ドラムは足も使うんですけど、彼女は僕のところに来てくれたのは6ヶ月しか右足を使うようになっていた、まさに天才少女であります。緊張してるよね。今日はお母さん手作りのステージ衣装に着てですね、張り切ってます。よし、じゃあみんなにかっこいいとこ見ていただきましょう。演奏する曲ですけれども、1980年代に大ヒットしましたロバート・ファーマンの曲で、和樹さんは全然知る由もないんですけれども、アデルテッド・トゥーランという曲を演奏したいと思います。じゃあ皆さんよろしくお願いします。和樹さん、最後で、じゃあお願いします。